お詳しい。すいません。では、このお祭りの鳥を務めていただきます。ナンバーナインさんです。最後またやらせていただいてありがとうございます。ナンバーナインという、今回ナンバーナインというバンド名で、やってます。毎回名前が変わってるんで、まあどうでもいいかなっていうか、内容、意味は先ほど渦本さんが言ってくれた、そこから取ってきてるっていうことですね。今日気分いいです。むちゃくちゃいいです。なんでいいかっていうと、バンドになっちゃいました。最初は久保さんとね、2人でそれでいい感じでやってたんですけど、とうとうバンドになってしまったということで、非常に、気持ちよくやらせていただいてます。次はですね、また一発目I Feel Fine っていう歌で、新曲でした。で、次はまた新曲、Rain っていう歌なんですけど、これね、アルバムに入ってないんですね。で、シングルカットされたの B 面ですね。しかも B 面なんですね。だから あんまご存じない方いらっしゃるかもしれないんですが、僕ら的にはグッときた歌なんで、やっちゃおうということで、じゃあ次レイに行きます。ゆっくりめね。ゆっくりめ、あ、ちょっと待って、あ、OK です。はい、また来いよ。
最初から、今回で3回目、ずっと出させていただいてまして、あ、いや、あのメンバー紹介します。すみません。まずベースの方なんですけど、あの彼とはね、大学が同じで、大学の時にバンド組んで、なおかつ社会人になっても1回組んで、今回で3回目一緒にやらせてもらってます。ね、三鷹にもう十数年住んでて、15年ぐらい住んでる、オンベース井野明宏。すごい盛り上がってるね。次ドラムスの方なんですけど、この方はですね、定期的に、ライブ活動をされていらっしゃいまして、腕前プロフェッショナル級で、まあ、音楽以外でも何でもそつなくこなすという、お話を、聞いております。でビートルズの歌は、ほぼ全てご存知だということで、かなりのビートルズマニアですね。オンドラムス田口智英。そして最後は、最初からね、お付き合いいただいている、方なんですけども、先々月にね、三鷹の芸術文化センターというところで、動物会議というミュージカルがありまして、で、そこでチケット完売しちゃいまして、でなおかつチケットが全部完売してるのにまだ入りたいというお客さんがたくさん殺到しちゃって、通路で座り身のお客様がたくさん出たという、ミュージカルがあるんですが、そのミュージカルを仕掛けた男、天才作曲家、あ、言っちゃった、あ、天才作曲家、久保太郎です。オンギター久保太郎。それと、みんなの足を引っ張る、松本秀明でお送りさせていただいております。はい、笑いすぎた。じゃあ次、3曲目いきます。これは If I Needed Someone という歌で、初回からやってる歌ですね。で今回ユニットが変わったんで、また久保さんのギターのアレンジが、聴きどころです。かっちょいいです。そんなに何もやってないんだけど、今度、あ、ごめんなさい、この後じゃないね。あ、まあいいや、聴いてください。あ、このくらいから、そうそう、ゆっくりめで。じゃあ行きます。I have someone that you spend. Can I get something?
ラスト、いきます。ラスト、これも、ノルウェーの森いきます。久保さん、何かありますか？いや、特にないです。じゃあ、ノルウェーの森、聞いてください。